英国王立防衛安全保障研究所は1831年に創設された防衛安全保障分野における世界で最も古いイギリスのシンクタンク。本部はロンドン。現所長はカリーン・フォン・ヒッペル。ルシは2012年180年以上の歴史を持つ英国王立防衛安全保障研究所のアジア拠点としてルシ・ジャパンを東京に開設した。 ルシジャパンは以来、日本と英国の安全保障関係を単なるパートナーの段階から同盟の段階へと引き上げるため、両国の安全保障コミュニティの関係強化に取り組んできた。その一環として、2013年10月、日本で初めて日英安全保障会議を開催し、その後も東京とロンドンで定期的に会議を開催して、 両国の専門家同士が意見を交換する場を提供している。また、2020年の東京五輪に向けてテロ対策の専門家会議を開催し、テロ対策では世界で最も豊富な経験を持つ英国の知見を日本国内に発信した。その他、日本の直面する安全保障問題についても、米国的な視点に偏らない英国的な視点から分析や情報を発信している。 ルシは、このような活動を通じて、インド太平洋地域の安全に貢献することを目指している。ルシジャパンは2019年、日本特別代表部に格上げされ、活動を強化している。日本特別代表には、それまでルシジャパンの所長を務めていた、秋元千秋が就任した。ありがとうございます。